はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日は焼きそばを食べにですね、あずま商店さんという焼きそばの専門店に来ております。もちろんね、店名通り焼きそば専門店ということで、いろんなデフォルトレギュラーのね焼きそばもあるんですけれども、それだけではなくてですね、これ見えますかね、超メガ盛りという5玉入った2キロを超える巨大な焼きそばがあるということですね。本日訪れているんですけれども、今ねもう店内に入った瞬間やばい、ソースのいい香りがすごすぎる。もう早速ねちょっとお腹空いてますので、今回の超メガ盛り注文していきましょう。そしたらじゃあ超メガのミックスで目玉焼き、はい、かしこまりました。でもやばいな、今回超メガ盛りがですね約2キロ超えということで、多分ねお腹に余裕があるんだよね。絶対にこのアレンジ焼きそばを頼みたい。ちょっとねいろいろ気になるものがありすぎるので、後ほど食べながら紹介しますね。ありがとうございます。いただきます。ということで本日のですねこの超メガ盛り焼きそば完成しました。今回いただきますのが5玉入った2キロを超える特盛り焼きそばでございますね。ここに見える感じで目玉焼きをね2つほどトッピングさせていただいておりますので、早速できたっていただきます。めっちゃうまそう。ちょっと目玉焼きは寄せつつか、やっぱりまず焼きそばだけですね。麺太くて超うまそう。はい、かしこまりました。15分後でいいですか。はい、ありがとうございます。麺もちもち。それだけじゃなくてこのソースの味うまいな。白身もあえつつね、うまっ。そろそろこれ黄身いくか、黄身いっちゃいましょう。あっこ、うわっ、ごめんなさい、ちょっと一旦黙々と食べますね。久々にこの専門店で焼きそば食べましたけど、やっぱプロが作る焼きそばは一味も二味も違うわ。うまい。じゃあちょっと一旦ね、味変ということで、卓上にはソース、鰹節、そしてマヨネーズがありますんで、やっぱりこの定番のまずマヨネーズからかな。これですよ、これマジでこれ。今回このミックス注文してますけど、具材すごい入ってるんですよ。だからやっぱりメニューの表記通り2キロどころじゃない、2キロ超えですね。結構食べてるけどなんか減ってる感がないもん。
でもそろそろ具材もちょっとなくなりそうなんで、この辺りで追加しちゃいますか。そしたらすみません、黒と赤って追加お願いできますか。お願いしていいですか。はい。そしたらカツオをちょっとかけてみますか。わあ、これカツオもうまいな。やっぱ不思議と出汁強まるとより焼きそば感が増しますね。ちょっと最後はソースを足しつつマヨネーズも追加と。ということで、ただいまですね、こちら蝶目が完食させていただきました。ごちそうさまでした。次にね、おかげで頼んでありますのが黒と赤ということで、これがね、イカスミとナポリタン風なんですよ。もうね、焼きそば自体麺がものすごく太くてもちもちしてるんで、絶対に洋風の味付けも合うと思う。この後もめちゃくちゃ楽しみです。うわ、美味しそう。はい。ありがとうございます。赤です。いただきます。ということでですね、本日も追加分が完成しました。赤と黒ということで、こちらも早速出来たていただきましょう。ちょっと一旦この赤からかな。うわー、これ真っ赤、いいね。絶対うまいなこれ。うん、うまいな。もちろんデフォは絶対に食うべきなんだけど、これも食うべきだな。アレンジめちゃくちゃ美味しいな。ちょ、これ一旦置いてきまして、そのままイカスミいきましょう。ちょっとこれ真っ黒になるな。ちょっとすいません、失礼します。おー、うまっ。うわ、新しい新感覚だこれ。ソースも使われてるのがやっぱりイカスミなんで、洋風の感じはあるんだけど、やっぱり焼きそば和風がしっかり残ってる。うわ、この紅生姜合わせてもうまいわ。そしたら一旦そのまま、この黒の方は食べきっちゃいますか。ちょっと待ってよ、これマヨ合うな。マヨネーズのね、酸味と合わさってよりイカスミの香りが不思議と引き立ってる。これうまい。そしたらね、残すところはこの赤ナポリタン風ですが、味変にねタバスコをいただいてますんで、ちょっとこちらを使って一旦味変してみましょう。うまっ、うまっ、はい、うまっ、むちゃくちゃうまいな。ダメだ、どうしよう、こんだけ食べてるのに止まんない。
疲れ様でした。はい、ということでこちら本日はですね、東商店さんでいろんなメニューいただきましたけれども、正直なところを言うと、また一つですね、本当は教えたくないお店一つ増えてしまいました。それぐらい個人的には好みです。あのね、やっぱり専門店と言いますか、焼きそばなんだけど、もう絶対にお家では真似できません。本当にプロの味、技が詰まった最高の一品でございました。ちょっと今回いただけていないアレンジメニュー、通常のね、焼きそばの味付けなんですけれども、豚キムチだったりとか半熟オムレツですね、そういったものが乗っかった焼きそばもありますし、それだけではなくて味がまた違う塩焼きそばですね、こういったものもあったりですとか、夏場ではね、販売がちょっと休止していますけれども、ご飯セット、これね、味もしっかりあるんだけど甘みも強いし出汁感もあるので、そこにね、白いご飯合わせたら最高に幸せだと思います。炭水化物と炭水化物、これ個人的にはね、大好きな組み合わせですし、今度またちょっとね、夏が明けてからまた別のね、メニューもいただきに来たいなと思いましたし、それ以外もうちは川崎ということで、ここお店がある大口までは車でもね、20分ぐらいで来れるので、私生活でもですね、ちょっと改めて東商店さんの焼きそば食べに来たいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。